次にあなたのパートナーとなります。モントナー、何モントナーってね、モントナーって何、モントナー、モントナーはあなたの好みに、あなた好みに姿を変えられる不思議な力を持った特別なモンスターです。好きなパーツを組み合わせてあなただけのオリジナルモンスターに仕上げてください。まず、今から15時間ぐらいかかるかもしれない。なんでかって初めから作るから。おなんだこいつちょっとまあゴリラの神様、ドラクエらしいやつがいいな、できれば。やっぱ俺の中で一番はこれかな。で本当に全部決めんの、何その余計なお世話。おふざけんな、これだろどう考えても。やっぱ基本カラーは、あー茶色、頭の飾り、やっぱモヒカンだよね、ここは。いや、モヒカン、ちょっとやんちゃな感じがしてな、まあ、モヒカンだな、うんこから。背中、おーなるほど、羽生えてたわ、おおいいじゃねえか。あ、いいね、いいね、なんかめっちゃそれっぽくなってきた、尻尾。やっぱちょっと長めの尻尾欲しいよな。おーおー、モントナー、俺のモントナー、みんな見て、強くない、強そうじゃない、しかも女の子。最後にモントナーの性格を選びましょう。これ何か変わるのかね、性格によって成長した時の強さが変わります。え、まさか俺こいつ使うの、俺こいつ、いや、こんなやつ使いたくねえや。負けず嫌い。どうしよう、モントナーが死んじゃったら。何だったのかしら、お前の子供これ。早速生まれるんか。え、まさかあのゴリラ生まれねえよな。やめてくれよ。絶対腹違いやん、これ。牧場を生まれた時みたいな感じじゃねえかよ。あ、魔物よ、これ。魔物の卵だったんだ。絶対ブスやん、こいつ。わ、お兄ちゃんにすごい懐いてるよ。すごいじゃん、お兄ちゃん。お前、俺になすりつけやがったな。容姿が醜いからって。ねえ、早速牧場に連れて行こうよ。お父さんたちもびっくりするかも。まあ、びっくりはするだろうな。なんだこいつは、つって。俺になすりつけやがった、こいつ。普通、ああいうのって取り合いになるんじゃねえのか。ああ。そういえば、あの頃名前決めないとね、いい名前、わかっちょ、お前それ振りだな、オッケー。しっかり決めるわ。こいつマジで、これ多分俺の、お前、サムネどうにかしろ、お前、YouTube で伸びないぞ、そのサムネじゃ。そういうところなんだよ、お前が足らないところは。お前、女の子かよ、しかも立ち悪いな、ブスな、お前、お笑いで食ってくしかねえぞ、こうなったら。フジモンの娘見た時の気分だわ。つって。俺が女の子にしたんだっけ、そんな記憶ない。愛獣でも、愛獣はどう、みんな。愛獣、愛獣王、いや違うな、愛獣王じゃねえ、愛獣、愛の獣と書いて愛獣。なんかいい名前ねえのかな。ダメなんだよ、こいつは本当に自分の子供に名前つけるときと同じぐらい大事にしなきゃいけない。ま、エロまでは、エロ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 、違う、なんかかっこいい名前、ここまで。エロ、ま、愛獣、もう愛獣でその、体の容姿は大体想像できた。エロで、そいつの性格分かった。あとなんだ？こいつに必要なもの。愛。
あ、愛もできた。愛されて獣でエロくて。エロ。出てこねえ。愛獣エロマリアにやっちまった。もうちくしょう。そースラッシュパナップフラビー愛獣エロマリアン、まあ悪くない名前だ。悪くない名前、ね、呼びやすいよな。どこで略してもいい。愛獣ってみんな呼んでくれてもいいし、エロマリアンって呼んでもいいし、いいし。ふん、愛獣エロマリアン。愛獣エロマリアンか。どういる？なんかくすぐったい感じがお兄ちゃんらしく。だろ？お前20分かかったんだぞ。この名前つけるのに。お兄ちゃん結構そういうモンスターの名前とかいい加減に決めないタイプだから。受け狙いとかじゃなくてマジで決めるからな、ちゃんと。